小さい村。なによこれ。行くぞ。お、ちょっと待てよ。なんだ。何偉そうにしてんだ。命令。君だって十。うっせんだよおめえは。大体貴様、今回の依頼はノリ。この村の名前が出た時からなんか様子が。ま、俺は貴様がどうだろう。あんたたちには関係。そんなことより依頼を。何よ、心配してあげた。ナーダというのは。おお、早速詳しい。立ち話もな。俺たちは早いとこ。エリはちょっとくらい休んだって。そうですな。ん、君たちに頼み、俺はこの間貴様だったという。それじゃあそのジュエルにいた相棒。しかし最近になって引退したからといって召喚でき、それを知ら、そしてできれば。んだよ、シナー退治じゃねえのか。理由って言われて。わしとこのジュエルのモンスターまるで。あ、ジュエルなんていくらでも。モンスターは戦い。そうか、はんだね。そうなった時の修道会が依頼を受けたんだ。断る理由。そうか。あんた自身には心当たりは。それは村に来てから起こった。わかった、調べ。よろしくな。この先に。なんか怖い。誰もいないのは明らかだ。入っても意味。何かって。ちょっと人。やっぱりあんた、ばもう何年になるのかね。あん、マエリアさんにも見せたかったね。なんでもない、行くぞ。まあまあ、せっかく帰ってきたんだ。あんたの好きな甘いお菓子もあるよ。すまないな。んだよ、おい。エリー、お菓子。昔は明るくていい子だ。昔から貴様のこと。君って甘党だ。お前たちには関係。そうかよ、確かに。何よ、そんな子。狩り神。そうじゃ、そのじ持って行っていいのか。構わんよ。あ、それを持ってジュエルマイスター。詳しいな。もちろんじゃ。とも、
たづいて、エリたちだけじゃちょっと。貴様から言えよ。このジュエルを見てくれ。これは…そうだ、壊れているのではないけど、まるでモンスターだけ。やっぱわかるの。それは、また…わからないわ。そうか、原因は…いいえ、でもマイスターのジェ…わかった。でも、もし本当にモンスターが抜き取り、ジュエルを復活させるの。そうか。おい、待てよ貴様。なんか深刻な感じ。先生なら。なんだよその。そんなの見ればわ。邪魔されたくないの。それは分かったが、何かしら。このジュエルを調べてほしい。これは可能なら召喚できる元エネルギーの痕跡は何者かによって人。その原因を調べ。まず蘇生の変化を調べないと。聞いてるわよ。どうするか考えてる。何よ。とりあえず預かる。頼む。ところで預かるからには好きに。何言ってんのよ。あら残念。ミカちゃんだけじゃ心配だし。お、いいわ、そうしましょう。それじゃあ明日にでもまた来て。用は済んだんだ。と。あ、あんたたち。どうかしたのか。よくわからないんだけど。あ、行ってくる。家に。でも危なく。大丈夫だ。そうかい。気をつけな。ここにモンスターがいたってのは確かに。ちょっと。ああ、なんとか言えよ。それは、はあ、そんなんなんかしつこいな。まあ
そのうち助け。まあ、これでモンスター、それならそれでいいんじゃない？そうだな。君たち。しかし、依頼は。いや、それ以上、それに、もう、ジュエルは、修道会で調べ、そうか。わかった、ああ、頼んだ。何か分かったのか。まだはっきりとは。なんだよ、もったいぶらん。まあそうせくでない。このジジイとミカちゃんの仲良くありません。照れてません。とにかくこのジュエルからは本来あるはず。その理由はともかく、モンスターが復活するのね。まあそういうこと。しかしの、そのためには霊薬先端という東方。その霊薬先端を理解が早くて結構じゃの。じゃが霊薬先端は滅多に人が集まる場所で聞いて。俺たちに全部の町を回れってのかよ。もっともまずはジュエルの所有者に預かったものを勝手に錬成に使うわけ。いえ、一つ。おうおうおう、彼らにご協力いた。ただ彼らは任務が終わ。なんだよ。別にエリたちは彼らは少し無理などしていない。引き受けた依頼は果たす。それたく勝手に。あるアイテムと連携することで。しかし連携を行う。それでも連携する。おじいちゃんがそう。そうか。あ、おじいちゃん。ジェローとは君たちと。へえ。わしは少しでも可能性。復活は可能性。それでもいいのか。そうじゃな。じゃが。わかった。よろしくな。ジェローにも。そ。Thank you.
ほんと。誰だよこの男。なんかカッコつけてね。どうやらジュエル様の成り立つシナオ、あんた聞いて、どうい、俺はこ、また会おう。おい、何ぐっちゃ、何ジカードとヘリにもよくわかんないけど関係なんかない。前にも一度会ったこと。アホかお前。だからちょ、お前まで知られんじゃ話したの。時間裏切り者、あの人。あいつ黙ってろ。な、何よ。しかしあの男がジカードだってのは嘘だ。え、ジカードは修道会最初の、それそうだ。お前な、とにかくもっと足が長そうだが、しっけえな。いいから先を。我々が生まれるより何十年もジカードはジュエル訓練を必要とせず、本当に手短にしてるんだな。その話ちょっと訓練。そんな彼の。だがある日、ジカ修道会その頃、ジュエルを動力に使うとモンスターが死んでしまうのは。この間話した通りだ。シュだそうだ。レルーマンドにいた男の人。エリちゃんじゃないか。こんなとカサール、言ったじゃないか。へえ。エリちゃんだってサモナーになる。確かサモナー訓練場の、それそれが知りたかった。まさかあそこにあるなんて。じゃあまた会いましょう。ああエリちゃん。もしかしてやりすぎちゃった？
なんねえな。それなら、今日はエリちゃんはいない。おお、おったお。へっ、見つかった。さて、べじゃが、もういいかげん、いい加減にしろと言って。冗談じゃよ。私はそういうおふざけが大。そういうわけじゃ。あんなミカちゃん初めて。ちょっと待って、アンジュ先生が探していたわ。ミカちゃん。だから何？別に。え？あいつ前から。どういうこと？レドゥーマンドであ。もしかして。でもそれだけ。別なんでもない。いつかまた。よう、君たち、これから依頼を受ける。とっととランクアップしてえからな。確かに急速。私はも、委員長たちって。まあ、すぐ。何余裕かましてんだ。なんか嫌な感。訓練は順調にす。先生よ。でもあなたたち、さっきもジェロー氏から言われて。それはこっちが勝手にやったことだ。依頼を受け。あまり無理をしすぎてはいけ。何心配してやがんだよ。まあまあ、アンジュ先生。はい、承知。ところで依頼の前に一つ。お主のジュエルについて。どういうことだ。実はあの20年近く。あれが。それは
恐るべき。しかしそのジュエルが消えた。わしらは可能な限り、あのジュエルが盗まれたものだという証拠があるのか。間違いようがないんじゃよ。あのモンスターのジュエルは、あれが2個目だったのかもしれ。残念だけど、そのジュエルと共に消えた。何急に黙ってんだ。マエリアってなんだか。マエリアという名前は腕のいいマイスターに。そうだな、間違いないだろう。んだよそれ。君のママってお前それなんか違う。うるさいわね。わかなんだ、貴様の母親ってジカードと。なんだと。それは人違うかの。ジカードはあやつの。あなたたち、ジカードっていう人が出る。本当かわかんないけど。まさか、そ、あやつがお主の。そうだ。そんなこと、あ、何者かはわか。アンジュ先生、すまん。承知。あのジュエル、もともと。何？どういう。事実を言ったまでのこと。へ、あんなやつ、マントでかっ。次の依頼だけど、やはり。休む必要な。私はレドゥーマ。内容はモンスター対。わかった。それと望むと届いている報告では、何度も言うようだけど、バイス君。何か。今度のことで出会うの。無理はするなと。もしかして。そうだ。だマエリア、とっくの昔にな。彼女が亡くなったのは死。そうさ、だから死。あんたが何と言おうが。分かったわ、もう止め。ジカード、マエリア、またあなた。おせえじゃんか、何やって。先生と二人で何話してたの。